皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、今回はアクアリウムラジオシャープ3ということで始めさせていただきます。はい、で今回のテーマなんですが、お魚さんの死因についてです。はい、もうアクアリウムをやってると必ずこれは経験することだと思うんですが、やはりお魚さんも生き物ですので、まあ、生き物っていうのは必ず、はい、まあ、死んでしまうと。はい、まあ、死に直面をするっていうのはもうこれはつきもので、まあ、なんとかこうお魚さんに対して、まあ、いい環境で育てて、はい、まあ、本当にお魚さんにとってこう泳ぎやすいというか、はい、生活のしやすい環境を整えてあげるっていうのが飼い主の責任だとも思うんですが、やはりそれでも、はい、意図せずお魚さんが亡くなってしまうっていうことがありますよね。で、まあ私もですね、これまで、まあまだ10ヶ月ほどの経験しかないんですが、まあ何度もそういった場面には出くわしています。で、その中で、一番おそらくこれが多いんじゃないかなっていうのが、飛び出し事故です。はい。いや、お魚さんって私、こう、飼い始めて全く知らなかったことなんですけど、結構、飛びますよね。はい。まあ飛ぶというか、こう、ね、水槽の外に、まあこう泳いだ勢いがつきすぎて出てしまうっていうことなのかちょっとよくわからないんですが、こうね、朝起きたらこう地面に、はい、干からびた状態のお魚さんを見るともうね、なんでしょう、あの気持ちね、なんとも言えないこう悲しい、いやで申し訳ないね、なんなんでしょうかね、あのやるせない気持ち、はい、これもう皆さん経験したことがあると思うんですが、いやー、飛び出し事故はなかなか難しいですよね。で、まあ、例えば、まあ、エビさん、まあ、エビですよね。エビなんかも結構、まあ、特にヤマトヌマエビっていうのは飛び出し事故がかなり、まあ、多い種類だと思うんですが、はい、もう、結構しかもヤマトヌマエビって、なんていうんでしょう、あれ、歩くんですよね。ね、飛び出した後に結構歩いて、まあ、気づいたら他の部屋にいてたりとか、まあするぐらい結構距離歩きますよね。あれびっくりしませんか。はい、まあそういう時に限って発見するのは私の妻だったりして、はい、もうね、まあダブルパンチですよね、まあ、結構きついんですけど、で、まあでお魚の飛び出し事故っていうのは、まあ防ぐ方法っていうのを、まあ私なりにいろいろ調べた結果、まあ、やっぱり一番は蓋、はい、もう物理的にこう水槽を防いでしまうというところが一番だと思うんですが、まあそもそもね、例えば私のあのネオグラステラ水槽、まあオープンアクアリウムということになるんですが、まあ蓋は無理ですよね。はい、でまあ流木なんかをこうね、レイアウトの外に飛び出す形だとどうしても蓋をすることはできませんよね。はい、なんでまあちょっとなかなか蓋っていうのはまあできる限りはした方がいいのかなっていうふうには思うんですが、毎回できるとは限らないですよね。で、もう一つ水位を下げるっていう方法も、まああるかと思うんですが、やはりこう、まあ水槽を安定させるっていう意味では、水位があった方が、はい、まあ安定にはつながるのかなっていうふうには思いますので、まあなかなか水位をね、常に減らした状態っていうのは、これも現実的ではないのかなというふうに思います。まあ結局はあとはパワーバランスっていうのも結構大事なのかなっていうふうに最近は思っています。まあ例えばですね、私の30センチキューブ水槽はアビニーパファーがまあ今4匹飼ってる状態で、でこのアビニーがいる水槽のヤマトヌマエビの飛び出し事故っていうのが結構以前多かったんですよね。はい、で、まあ、例えばオトシンクルスなんかも飛び出し事故で、お亡くなりになっていますし、でオトシンクルスね、これ蓋しててもその蓋の隙間から飛ぶぐらい、はい、体がかなり薄い、まあ、生態ですので、まあなかなか蓋をしても難しいということで、まあ、ラップまでして飛び出し事故っていうのを防いでたんですよね。まあただね、ラップっていうのはなかなかこのアクアリウムは見た目を考えるともう本当にね、不格好ですし、なしですよね。まあいうふうに考えるとですね、なかなかこう、まあ例えばアビニーなんかはかなり獰猛な性格ですので、はい、まあ他の生態を追いかけ回したり、まあ、尾ひれをかじったりっていうことがありますよね。はい、でまあそう考えると、やっぱりこうアビニーなんかも、
こう水槽の中でのこう、まあ、パワーっていうのが一番こう上の位にいてしまうと、まあ、なかなか厳しいのかなというふうに思いますので、まあ、他の YouTuber さんもおっしゃってたんですが、こう水槽の中のパワーバランスっていうのを考えるのが大事だと。例えば、まあ、水槽の中に導入する際もまずこう、まあ、弱い生態というか、はい、まあ、気の弱い生態から順に入れるように、まあ、していくと、まあ、いいんじゃないかっていうようなお話もありましたので、まあ、そのあたりのバランスっていうのを考えるのが大事かなっていうふうには思います。はい、まあでもなんせこの飛び出し事故って結構厳しいですよね。で、まあ私のですね、ラスボラヘテロモルファ、はい、たびたび私の動画でも登場するんですが、ネオグラステラ水槽にラスボラさん、実はもともと3匹飼っていたんですよね。で、ラスボラヘテロモルファのパープルが5匹飼っていた状態なんですが、なぜかこのノーバルのヘテロモルファさんの方が飛び出し事故が多くて、はい、もう実は1匹だけになってしまったんですよね。で、まあこれなぜかこうパープルの方は全く飛び出さないんですが、これ何なんですかね。やっぱりこの、まあ、パワーバランスっていうところなのかなと思うんですが、はい、今までなんとね4回このヘテロモルファ飛び出して、で実はね2回奇跡的に、はい、私すぐ発見して戻すっていうことをしたので2回はね大丈夫だったんです。でただその他2回、はい、飛び出した時にもう気づくのが遅くてもう亡くなられたっていうことがあったんですが、はい、なぜかねこのラスボラさんヘテロモルファ普通の方が飛び出し事故で亡くなるんですよね。はい、まあこのアクアリウムっていうのは子供の教育にとってもまあいいものだなっていうふうには思ってたんですが、まあ、つい先日、まあ、子供がですね何かティッシュにくるんで持ってたんですよね。で、まあ、よく聞いてみると、よくよく見てみると魚のおもちゃをティッシュにくるんで持ってたんです。でどうしたのって聞いたら、お魚さん死んじゃったからゴミ箱にポイするって言ってたんですよね。いやーこれねちょっと教育的にどうなのかなと反省してるところがあるんですが、はい、このお魚さんってね、あのお墓とか作ってお外にするっていうのはダメなんですよね。はい、やっぱりこう菌が繁殖してとか、まあ、周りの方、まあ、他の生態に、はい、影響を与えてしまうかもしれないということで、まあ、実は亡くなったお魚さんの処理は、まあ、それが正解なんですよね。はい、しっかりゴミ箱にくるんで、まあ、捨てるっていうのが、まあ、ちょっと悲しいことなんですが、これが方法としては正解のようです。はい、ですので子供も、まあ、それを真似たっていうことなんですが、いやちょっと教育的にどうなのかなっていうふうにはちょっと最近はい、困ってはいます。はい、でまた別の死因としては、なんかねいつの間にか生体の数が減っているっていうことですよね。いやー私このグリーンネオンテトラっていうのを、まあ、当初20匹飼っていたんですが、いつの間にか私がまあ気づかない状態でいなくなっておりまして、今もう15匹になってるんですよね。いや1匹はねもう確実に、まあお亡くなりになった瞬間っていうのは私はい見てますので、まあ、残り4匹っていうのがいつの間にかいなくなっている。で、まあ、気づいたのがこう結構お腹が膨らんでいる生態っていうのがいたんですよね。で、まあ、ある時見てみるとその生態がいなくなってたので、まあ、もしかしたらこれ、まあ、放卵した後で、はい、もうすっきりした形になられて私が気づかないっていうことなのか、まあ、もしくははい、放卵して亡くなってしまったのかちょっとわからないんですが、はい、グリーンネオンテトラの放卵個体って結構パンパンに膨れ上がるので、あれはかなり生態にダメージあるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、それといつの間にかいなくなってるといえばオトシンクルスですね。いや本当にオトシンってなんでいなくなるんですかね。いや本当にね消えてしまうんですよね。で、まあ、例えばエビなんかを飼ってる水槽ではもうねこうお亡くなりになった瞬間にもう本当にエビさんって貪欲で、もうすぐに、はい、お亡くなりになった生態に行くんですけど、まあ、そういうことなんですかね。
はい。で、まあ、以前私30センチキューブ水槽でこう生態がパタパタとお亡くなりになったっていうことがあって、まあ、これも動画にしてるんですが、まあ、あの時はですね、こうエビが亡くなったことに気づかず、はい、しかも岩のこう影に挟まった状態で、まあ、お亡くなりになってたっていうことで、まあ、それが原因でかなり水質の悪化っていうのがあったんですよね。はい、まあ、やっぱり今振り返ってみるとかなり匂いもありましたので、まあ、その時になぜ気づけなかったのかなっていうふうには思いました。まあ、ですので水質の悪化っていうのはかなり生態にはダメージがありますよね。はい、まあ、やっぱりね、こう例えばオトシンなんかもこう水替えっていうのが結構重要かなっていうふうに最近思ってまして、例えば週に1回水替えをすると、まあ、かなり水質っていうのは変化をしますよね。まあ、そのあたりが結構オトシンには蓄積ダメージとして残っていくのかなっていうふうに思っておりますので、まあ、できる限り毎日こまめにちょっとずつ、はい、生態にダメージを与えないように水替えをしていくっていうのも結構大事なのかなっていうふうには最近思っています。まあ、あとは死因としては病気ですかね。まあ、私はね、なんかこうお魚が病気にかかったっていう、まあ、自覚がなくて、まあ、もしかしたら知らず知らずのうちにかかってお亡くなりになっているってことはあるかもしれないんですが、ちょっとね、今までその病気っていうのは気づいたことないんですよね。はい、まあ、このあたりも水質っていうのが非常に、まあ、重要なのかなっていうふうには思いますが、はい、まあ、やっぱりね、お魚にダメージを与えないように飼っていくっていうのは結構重要で、はい、例えば、まあ、ライトなんかも意外と原因だったりするのかなっていうふうには思います。はい、っていうのも例えばですね、この、まあ、ライトがこう急につくと結構お魚ってびっくりして、まあ、それで飛び出しでなくなるっていうこともあるんですが、はい、私千尋の RGB ライト非常にいいなと思ってるのがそこで、こうタイマー管理でですね、ゆっくりとこうライトを点灯する、時間をかけて点灯するっていうのができるんですよね。いや、これかなり大きな、まあ、メリットかなっていうふうには思います。やっぱり生態へのストレス、ダメージっていうのを極力減らすためには、そういったところまでこだわるといいのかなっていうふうには思います。はい、まあ、そういう意味では私アマテラスとか使ってるんですが、まあ、あれはね、どうしてもパッと点灯してパッと消えるっていう形にはなりますので、はい、まあ、それでね、その瞬間に私お魚さんが飛び出したっていうのを見たことがありますので、まあ、やっぱりね、なかなかこう、まあ、通路に例えば水槽を置かないとか、いろいろこう方法はあるとは思うんですが、はい、まあ、お魚さんになるべくストレスを与えないような、まあ、環境づくりっていうのが一番大事なのかなと、はい、私は最近思うようになりました。はい、ということで、まあ、本日はお魚さんの死因についてお話をしてきました。まあ、いろいろですね、まあ、お話をしたんですが、まあ、私の気づかない点とか、まあ、まだまだ私も本当に初心者の域はまだ出てないんですが、はい、まあ、いろいろそのあたりも皆さんのお話を教えていただければ、コメントいただければ大変ありがたく思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。